はい、毛もない、歯もない、金もない、川原浩二です。先ほどの動画は大変失礼いたしました。ね、関係のない方、動画、スルーしてください。該当する方、メールください。お願いします。えらいすいませんでした。ね、関係のない方がほとんどなのにね。申し訳ありませんでした。じゃあ、西成劇場続きやらしてもらいますわな。バットボタンは押されてませんですわ。そんだけのもんですわ、所詮。だから話したい人はメールくださいね。わしがバットボタン、匿名でええよ。匿名でええ、高い。わしがバットボタン押しまくっとんねん、言うて。話しようや。な。関係ない人ごめんやで。毎度、西成浩二ですわ、おぎに。ね、何の話しようか。な。何の話しようかな。今な、アップして、短い動画がすぐアップできるやんか。アップしてな。で、その間に、同じ YouTuber 仲間のな、Excel とか、あんな解説してあるワンコ主婦さんいてはんねんけど、その人動画上がっとったから見に行って、で、コメント落としてきて、朝の挨拶してきてな。朝の挨拶でもないけど、朝の挨拶いう時間でもないけどやな。こんにちは、言うて。で、コメント、返しあったから、そんなことない人って。ほんで何、口の中もんもんしてるか言うたら、もうさっきあまり腹立ったからな。喉飴舐めてんねん。買って暇人おんな、しかし。あんまりしつこかったらな、俺かって怒るよ、そら。わしかって怒るよ。な。ふざけてやる分はええ。わ、何回も言うてるやん。板で遊んでくれてもかまへんし。な。足のこと罵ってくれてもええしけど、お前。そんな、お前、卑怯な真似したらあかんと思うわ。卑怯な真似したが、わしやったら気に入らんやつに気に入らんって言うで、コメント落とすで。気に入らんやつにはな、大体気に入らんやつの動画なんか見に行かへんし、興味があってな、見てる人でも、気に入らんこと言うとったら、同じ YouTuber の仲間でもコメント落とすで。いや、それ間違うてるやろって。前の動画でも言うたと思うねんけど、懲役太郎をプロデュースしてる俺太郎先生って言ってはんねん。で、その中間に懲役太郎が個人的にチャンネル持ってやっとんねん。猫、懲役猫太郎チャンネル言うてな。これ紹介でもなんでもないねんけど、そこで仮木の親分さんのことのな、男前の話ばっかし言うからさ、もっとな、愛のある人やったんやでって、そこまで調べてからな、配信した方がええよ言うてコメント落としに行ったよ。バットボタンは押さへんかったけどな、別に。何の話しようか。んだら膝痛いわ。モニウエジュな、する回れへんから、ずっとキック電信かけよう思てよな。ずっとやっとったやろ、膝痛いで。兄ちゃんの嫁さんがな、リサイクルショップ、この辺での柴田っちゅうとこあんねやんか。
あ、柴田っちゅうたな、もう駅前や、あれどっちやったかな、柴田やったと思うねんけどな。あ、ピンサロとか、怪しいキャバクラとか、な、うん、あんねんけど。そっからちょっと、30分も歩かへんから、20分ぐらい歩いていったとこにな、大きいデザイクショップがあんねやんか。名前忘れたけどな。そこに、遊びに行こうか、気晴らしに遊びに行こうか。ずっと家の中おるやん、わしは。嫁さんも出て行く言うたかってやな。通勤だけやろ。だから、行こうか、ちょっと言うとってんけどな。もう、糖尿の病院も行かなあかんしな。まあ、明日でもええけど、明日は明日だ。忙しいね、2月20日は。一番忙しい日やねんか。動画も多分、あげれるかあげられへんかわからんけど、うん。そんなんこんなんあるからな。まあ今日はちょっと動画撮ろうかなぁ、思って。うん、やってんねんか。もう喉飴なくなったで、もうチーコなったから飲み込んだった。あのぐらいチーコなったらな、喉お子ちゃまでもな、飲み込めんねやんか。ごめんな、ちょっと飲ましてな。あかん、これ心地いいやった。心地いいやった。口の中甘なってまう。ほんで、まあ、な、地震行ったやんか。広島沖、あ、広島じゃないわ。福島県沖地震ってな。あの東日本大震災の、余震とかってな言われてる、うん、でその地域にお住まいの方からちょっと連絡いただいてな、ライブ放送をやってるって言って、うん、言うてはって、でまあそれがちょっと気になっとったからな、どんなんやろうなと思って調べたらな、 YouTube でやってんねんな、あれな、別に音声も何も流れへんねんけどな。うん。で、最新の情報とか。九州の方とかも揺れてるらしいな。ここは地盤が硬いかしてな。あんましな、その地震って、いかへんっていうから、うん。同じ東海市でもな、すごい揺れたねとか言ってな、兄ちゃんのお母ちゃんのな、会社の。人がな、すごい揺れたなぁ、言うて。なんか、同じ子とか石でも、地域によっては、こう、揺れたり揺れへんかったりするところが、な、あるみたいで。うん。近所みたいやねんけどな、その人の家も。もう、足住んでるとこから、近所らしいんやけど。揺れたって言うけど、ここはな、揺れへんねやんか。ほんで、あの日な、地震行った日は、あ、母ちゃん、兄ちゃんの嫁さんか、もう、結局、揺れて目覚めたって言って、この動画で公開で言ったと思うねんけど、揺れて目覚めたって言ったけど、YouTube、この部屋でな、YouTube のこと、なんやかんやしたい。スプーンやっとったんか、遅まで。放送かけとったんかなんか分からんけど、おわしは全然感じんかってんけどな。で、な、うん、その、うん、地震行った時に電話かかってきて、宮城県の連れからな、電話かかってきて、ほんで、すごい揺れとるわー言うて電話かかってきて、ほんで、あうわっててやな、リビング行ったら、もう、やっとったわ、ニュース、民間放送でやっとって、で、嫁さんにな、兄ちゃんの嫁さんにな、ちょっと NHK に変えてくれ、って言うて。ほんならもう、その、行った時の放送局の NHK あるやんか。NHK の中の放送ばっかりやってるから、もうちょっと民間にやっぱり戻そう、言うて。で、民間に戻してしばらく見とってんけどな。で、その昨日の晩、ライブあるって、前から言うてくれとったから、その友達が。で、
これどこでやってんのかなと思ってな、その地方局でやってんのかなと思って、ほんなら YouTube であれやってんねんなYouTube でしばらく見とってよ。ほんならその九州の方とか、まあ、和歌山が揺れてんのは知っとったんや、ニュースでな、やっとったから知っとってんけど、でな、あれ見てたら結構あっちこっちで九州の方でも揺れてるみたい。まあなあ、もう、まあ、日本はもともと地震大国っていうぐらい揺れるところやからな、あのみんなな、あの地震酔い、これ何回も言うけどな、わしも経験しとるでな、揺れてなくても揺れてるような感じ。はい、コメントありがとうございます。あっちの方でね、はい、ほんとはな、何の話しとったっけ、地震の話してたんは覚えてんねんけどやな、まあね、次は南海地震、東南海地震、必ず来るって言われてますんで、まあ私もそうなんですけどもね、皆さんね、今のうちに日持ちのする食料とお水、これだけはね確保しといてください。一人一日に必要な飲料水、お水ですね、3リッターとも4リッターとも言われておりますんで、4人家族やったら1日ね16リッター1日でね、計算できひんからそれ以上は言わんけどね、1週間分なら1週間分、2リットルの、これはまあ 900cc なんとコーヒーの入れ物にはし、ウォーターサーバーから出してきてるんやけどね、ウォーターサーバーから冷たい水出して、これにこれコーヒーのもともと入れ物やったんやけどね、それに水出して入れてるんやけど、結局停電になってしまったらそれも使えないっていう状態になるんでね、私もスーパーの方でね、まあ銘柄は言えませんけども、ケースで2ケースほど、備蓄はしております。あとカップヌードルとか、まあ、カップヌードルは商品名やから本当は言うたらいかんないけどね、カップ麺とかね、一応ね、備蓄はされてくださいね、よろしくお願いします。ちょっと今回あんまり面白い話できへんかったけど、もうね先怒鳴り散らしたんでね、ちょっともう興奮してもう手が、震えてる、ね、ご迷惑おかけしました。関係のね該当しない方が多数いるおられるのにね、ちょっとあまりにもね波下っとるんでね、でメールも来ません。一緒にそんなもんですわ。まあもうそのことはどうでもいいですんでね、はい、では言うてるうちにもう2時7分前になりましょうね。リアルタイムで13時52分この動画が13分、皆さんのお手元に届くのが14時を過ぎるぐらいかなというふうに思いますけども、またこれからもよろしくお願いいたします。以上、西成浩二でした。大喜利、西成浩二です。また次の動画で会いましょうか。大喜利、バイバイ。